モロッコスペイン食う展開全然あると思いますよ。モロッコの戦い方はね、スペインに対してちゃんと割り切れてていいっすよね。スペインの課題なんですけど、このワントップの駆け引きで相手のディフェンスライン動かしてるけど、それに連動して裏取る人がいないんですよね。アセンシオが前行ったり後ろ行ったりしてて、それでディフェンスラインずれてくんだけど、そこにね、インサイドハーフが出てったり、ウイングが飛び込んだりしないから、相手からしたら目の前の相手だけ対応しとけばいいってなるんだよね。ここのね、ここの動きに合わせて、こう、生まれたずれのところを使わないっていう意味。モロッコ強い理由がわかるな。やることめちゃくちゃはっきりしてるもんね。モロッコもしっかりコンパクトに守って、カウンターで長い距離は移動するけど、まあ、ね、奪ったところからもうさ、縦に行くスピードめちゃくちゃ速いしさ、そこに厚みつけれるサイドバックとかもいるしね。でもモロッコの守備めっちゃいいな。あとはね、裏狙ってきた選手に対してどうするかとか、ここでね、ラポルト蹴れるけど、対角のボールあんま狙わないもんね。だボール繋いでね、我慢するのと、ボールを繋がせといて我慢するんだったら、ボール繋いで我慢する側の方が普通ミスりますからね。技術的なミスあるから。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいんでチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。りょうぞくともでした。バイバイ。